はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日は自分が使っている動画編集ソフトは基本ダヴィンチリゾルブなんですけれども、画面にありますのは最近発売になりましたビデオスタジオ2022という新しいバージョンです。僕は2021というのも持っておりまして、数千円でアップデートできるんですけれども、アップデートするかしないか、ちょっと迷っています。迷っているというのは、編集のしやすさです。単純なカット編集とか、一番ビデオ編集の基本になるところは、やはりダヴィンチリゾルブの方が使いやすい部分があるからです。ただし、なぜ迷うかというと、ビデオスタジオ2022には音声認識機能がついたんです。これが案外強力なんで購入を検討していまして、トライアルバージョンで実験をしている状態です。ビデオクリップをこのように読み込みましたら、ビデオを選択します。オレンジ色になっているのは選択できているということです。こういう風にするとフォーカスが外れます。もう一度選択します。そしてここに字幕エディターというのがあるんです。これを選択します。すると画面が切り替わりまして、このような画面になるわけです。ここでスキャンというのをしましたら、音声を認識してくれます。ちょっとやってみましょう。まずまず早いです。しばらくお待ちください。そして一番最後のところになったら、右のリストに表示されてきます。はい。こんな感じで分析されました。この字幕は今案外大きな字ですよね。これはサイズ変更などもできるんですけれども、ここでもあらかた編集はできます。一番右角にそういうオプションがあります。フォントサイズが今67になっていますが、40ぐらいにしてみましょう。そして、ドロップシャドウとかもありますが、まず今はサイズがわかるようにしてみます。はい。このように変わりました。そして精度なんですけれども、まずまずいいのではないかなと思いますし、分析時間とかそういうことも考えてみますと、例えばこれは一番最後に送ってみましたら、この全体のビデオは7分50秒の動画だったということがわかります。じゃあ先頭に戻して皆さんにわかりやすいようにもう少し字幕を大きくして雰囲気を見ていただきましょう。50にします。はい。これで再生をしてみます。はい。皆さんこんにちは。今日は画面にありますようにコンタクト用の音源でありますシェイクストライク2というのを皆さんに紹介したいと思います。これはですね、先日からやってるイージードラマ以上にですね、優れた部分も持ち合わせていまして、僕もこんなに簡単かなっていうふうに思いました。はい。皆さんお気づきになりましたでしょうか？とかいうのが勝手に切れてくれています。この辺の精度は案外いいのではないかなと思います。ちょうど画面のクリップのところにも何か音がありますが、よく聞いてみてください。あとかうとかが飛ばされて字幕になっていることがわかります。全部ですね、マニュアルには一応目を通したんですが、というのはないですよね。覚えないといけないところがもうあまりないんですね。言っていけば複雑なことはいっぱいありまして、咳払いも切られました。このパターンをどのように作っていくかとか、そういうことがあるんですけれども、もうそれらを触るということは基本的にはないですね。ですから、このまま MIDI にドラッグ&ドロップとかして、若干もうボリュームが大きかったり小さかったりしたら、MIDI と判断しました。ダウンのベロシティで変えるとか、まあ、それだけでもいいんじゃないかなというほど便利です。覚えないといけないことは、この画面の中央にあります、どのキーを押したら音が鳴るかということなんですが、これも複雑に覚える必要がなくって、このピンク色のキーですね、ファーの音からレの音まで、もちろん黒鍵も含めてですね、そこにパターンがありまして、はい、認識率がとってもいいこと、そして、あーとかうーとかが削られること、この辺も案外いいなというふうに感じています。とっても迷うところです。でも僕は多分購入するんではないかなとも思います。そしてアウトプットもできます。ここのボタンに字幕ファイルの書き出しがありますので、他のソフトに字幕を持っていくという字幕ソフトとしてだけでもまずまずの値打ちがあるんじゃないかなというふうに考えています。もちろん字幕のインポートもできるようになっています。そして編集ですけれども、ここにシェイクストライク2というのがひらがなの2になっています。これはこのようにして編集ができます。こういう風に編集が可能です。また、この時点でこの右側とシンクロしています。ですから、こうすると再生が確認できます。言っていけば複雑なことはいっぱいありまして、このように右側のリストと再生のヘッダーとはシンクロしているということになります。そしてまたこの時点で字幕の表示タイミングを若干変えたりすることができます。ちょっと早めから字幕が出るようにとか、そういうようなこともできるということです。まだ僕も細かな使い方は分かっていませんが、このように音声の抽出ができるということです。音声の検出についての細かな設定などもできるようになっています。このタブは音声認識に対しての検出のパラメータを設定したりすることもできますし、ここでは日本語なのか外国語なのかというのもこの辺で設定ができるようになっています。どうでしたでしょうか？そして OK をするとビデオに戻ります。そうするとタイトルのトラックに字幕が入るわけです。この字幕は、一つのところでもっといろんな編集をするとします。このようにクリックをしまして、オプションパネルを開くというのをすると、文字に対してのいろんなスタイルが編集できます。ここで場所の移動も画面でこのようにできます。そしてスタイルですね。スタイルはこのような形でいろいろ選ぶことができます。そして色を変えてみましょう。そしてフォントの種類も変えてみます。自分の持っているフォントの中で日本語のフォントを探します。これに変えてみましょう。このように変わりました。ちょっと中央がずれましたので、このように編集をします。あとはシャドウ。このようにドロップシャドウもつけることができます。あと背景。今はなしですけれども、単色の背景バー。こうすると、背景のバーになります。テキストでフィットとするとこのようになります。ですから案外字幕は簡単ですよね。そしてこうやって全体のクリップを見ます。全体表示がこのボタンです。このようにしまして右クリックで属性のコピーをします。今度は全体を選択します。シフトを押しながら最後まで選択してください。そして右クリックをしまして、すべての属性を貼り付け、もしくは属性を選択して貼り付けというのもありますので、そうするとどの属性を選択するかということもできますが、今はすべてでやります。そうしましたら、どの場所を見ても、このように先ほど設定したテキストのパラメータで表示できるということになります。僕は単純にここに字幕を出したいがために検討しているのではなくって、ここから SRT ファイルを保存してキャラクターボイスに変えたいというようなことも一緒に考えているということになります。どちらになってもこのように字幕エディターというのができ、なおかつ音声分析ができるように今回のバージョンでなりましたので、とっても魅力的です。部分的な機能だけでも使ってみたいなというふうに今のところ考えています。村長スタジオでした。